みんな、稲妻イレブンを見るときは、部屋を明るくして、近づきすぎないようにしてみよう。稲妻チャレンジャー、弱気をパンチ、トンチを効かせてスライディング、泥んこまみれが勇ましく光るぜ。ドンログチャレンジ精神、ドンくらいめげずにファイティング、悔しい気持ちも終わり変えようぜ。汗かきでそかき梅育ち、全国大会決勝、ゼウス中がライモン中を圧倒しています。まだ続けるかい？いや、続けるに決まってるね。では質問を変えよう。チームメイトが傷ついていく様子をまだ見たいのかい？俺たちのプレーが何一つ通用しない。続けるか危険か、君が決めるんだ。激突神対魔人、必殺技が通用しなくても俺一人ならぶっ倒れるまで戦うけど、このままじゃみんな、みんな何を迷ってる。エンド高円寺、俺は戦う、そう誓ったんだ。高円寺言う通りだ。まさか俺たちのためにと思ってたとしたら大間違いだ。最後まで諦めないことを教えてくれたのはお前だろう。俺が好きになったお前のサッカーを見せてくれ。エンド、なんてバカなんだ。仲間を理由に諦めようとしていたのは俺だ、俺自身だ。まだだ、信じてくれる仲間がいる限り俺は何度でも立ち上がる。ここで棄権すると思ったが、なるほどね。全ては遠藤君、君か。私の人生を狂わせた遠藤大輔、そしてサッカー、私は復讐を誓った。まさに Z 計画が完結しようというこの試合の相手は遠藤大輔の孫、復讐の仕上げとして最高の舞台だ。サッカーを憎む私が未来永劫サッカー界の頂点に君臨し続ける、これほどの復讐があるだろうか。ライモンイレブンを限界まで追い詰め、Z 計画に必要なデータを取るだけ取る。そして最後にライモンを潰せ。
ディフェンスは攻撃陣を徹底的に狙え。ミラクレイク。オフェンスは守備陣をダッシュストーム。みんなキーパーは重点的に。俺の必殺技は通用しない。残るはあれしか。魔神ザ・ハンド。跳ね返りの角度も予想通り。やはりあの技は習得できていないようだ。遠藤大輔の孫だ。さすがにこればかりは不可能だ。こんな奴らにどうしたら勝てるのか、そんなのは分からない。分かっていることは絶対諦めないことだけ。これ以上見てられません。ダメよ、目をそらしちゃ。でもみんな必死に戦っているんだから、私たちもその戦いから逃げちゃいけないわ。諦めるわけにはいかないんだ。まだ耐えられるという。興味が湧いてきたよ。君がどこまで頑張れるか。おっと、いきなりアフロディボールを外へ蹴り出した。ミスキックではない。これは意図的に蹴り出したのか。どうして。なんとゼウス中余裕の水分補給だ。あれ変じゃない。ええ、いくらリードしているからって許せません。じゃなくて全員同時にってことよ。確かに試合中の水分補給は重要だけど、試合の途中に全員がベンチへ戻ってなんて見たことがない。言われてみれば。影山なら二人とも来て。気をつけて運べ。誰も中に入れるんじゃないぞ。はい。さっきのドリンクでしょうか。多分ね。羨ましいね。私もあれを飲めば君より強くなれんのかね。夏美さんの推理通り、あのドリンクには秘密があるんだわ。待て。こいつらを捕まえてくれ。まさか神の悪は。待て。似合わないかもしれない。刑事さんお願いします。急いで。試合は。そんな。限界だね、主審。試合続行不可能ということで、この試合ゼウス中の。まだだ。まだ試合は終わってない。しかし君だけでは。そいつだけじゃない。そうだ、まだまだ戦える。知られないという顔だな。
何度でも何度でも立ち上がる。倒れるたびに強くなる。お前は遠藤の強さにはかなわない。では試してみよう。アフロディ・ゴッドダンスの体勢、とどめを刺すつもりか。ゴッドダンス、ここで前半終了だ。命拾いしたな、ライオン中。得点は3対0でゼウスリードだが、この点差以上に実力の差が開いていることは明らか。かなり消耗の激しいライモンだが、果たして後半を戦う力が残っているのか。間もなくだ。この試合に勝利したその時こそサッカーへの復讐が達成される。え、神のアクア。ええ、神のアクアがゼウスの力の源よ。体力増強のドリンク。許せない。サッカーを、俺たちの大好きなサッカーを、どこまで汚せば気が済むんだ。濃度を濃くした。一杯で後半終了まで効果が続く。後半戦を戦うなんて初めてだな。ああ、あれだけの力の差を見せつけられてもなお戦うというのか。神の悪、そんなものをサッカーに持ち込むなんて。遠藤君、夏美さん、やめさせたい。これ以上傷つくのを見ているなんて。大丈夫、俺はやれる。やらなきゃならない。俺たちはゼウスのサッカーが間違っていることを示さないといけないんだ。止めるべきなのは分かっている。だがこのチームはここまでみんなで考え、みんなで決めてきた。俺は遠藤たちを信じる。よし、行け。はい。じいちゃん、力を貸してくれ。フットボールフロンティア全国大会決勝、後半戦開始。さあ、ライモン反撃なるか。点を取る、そして勝つ。神には通用しない。まだだ。無駄だ。神には通用しない。メガクレイク。残るは君だけだ。なぜ勝ち目のない戦いに、どうしてそれほど熱くなれる。なぜ君は僕をイライラさせる。そうだ、君は神の力を得た僕にひれ伏すしかないのだ。サッカーを、大好きなサッカーを、
怪我しちゃいけない。嘘、すでに体力は限界のはず。許しちゃいけないんだ。なんだ、神である僕が怯えているというのか。エンド、エンドは何度でも何度でも立ち上がり、倒れるたびに強くなる。お前はエンドの強さにはかなわない。そんなことがあるものか。神の明かりはこんな効果もあったのか。これは大好きなサッカーを守るための戦いだ。エンド、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 守る。感じる、みんなサッカーへの熱い思い。神の本気を知るがいい。魔神座ハンドを左手で出していたんだ。それは体の左側にある心臓に気を貯めるため。それを左手じゃなく右手に 100% 伝えるにはこうすりゃいいんだ。ゴッドランズ。これは魔神だと。これが俺の魔神座ハンドだ。見た目をんぼの中に何、これがついに魔神座ハンド。やったな、大輔さんにしかできなかった技を自分のものに。それも大輔さんを超える技に。いけ。遠藤が止めたこのボールは。神のアクアをも超えるというのか。僕は確かに神の力を手に入れたはずだ。ゴッドローズ。魔神座ハンド。この日々の努力も時間は余りない。このまま延長戦か、それとも決着か。最
最後の1秒まで全力で戦う。それが俺たちのサッカーだ。神のアクアを調べさせてもらった。人間の体を変える成分が見つかった。今度は逃れられないぞ。いや、伝説はこれから始まるんだ。仲間がいる限り、俺は何度でも立ち上がる。以上。